どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日は三月使っていきます。今作女子キャラが少ないんだよね。まあ、その中でも結構露出が多めの女子キャラ三月使ってみましょう。それでは三月の技を見ていきましょう。こういう風になってます。まあ、拳なので、だいぶ攻撃が繋がります。固有チャージはチャージ5。そして、珍しい空中チャージ1。となってます。空中チャージ1。三月の空中チャージ1は、範囲、威力、そんな大したことはないんだけども、攻撃のチャージができるので、これを起点にしてもいいと思います。チャージ5。三月のチャージ後は分身をしてレーザーを撃つんだけども、これね、チャージされてないと発動されません。なのでチャージ後をする前に空中チャージ1とか地上チャージ2で貯めましょう。それでは三月やっていきましょう。三月はね、苦手っていうか、この拳武器が結構ね苦手なんだよな。で、三月は攻撃でチャージをしてレーザーを打つけど、そのね、チャージがねちょっと面倒くさいかな。まあ慣れなんだろうけどね、どのキャラにしても慣れなんだろうけども、ちょっと今のところ慣れません。それとね、これは女性キャラをあんまり使わないんだよね。どちらかというとおじさんキャラとかの方が好きなタイプなので、ちょっとこの三月は苦手かな。でもこれすごく強いよっていう人もいて、使えれば強いと思う。戦技は確かにね、癖があるんだよ。掴んだりするんで癖は強いんだけども、慣れればいいんじゃない。あれ、掴んでさえしまえば、まあ確実にダウン取れるし、威力も半端ないので、いいと思います。まあ、このね、ちょっと範囲が狭い武器を使うにあたって、どのスキルを、つければいいかちょっと悩むよね。悩む。まあ今のところ他の武器とあんまり変わらないような編成でやってるけども、それが果たして正解なのかどうか分かんないね。レーザー強いよ、強いけど、なんだろうな、範囲がもうちょっと横に広かったらいいと思うんだけど、結構直線的だもんね。直線的なのでやっぱり慣れだな。いけ、俺が出るし、あんまり減らなかった。難しいよね、難しい。はい、どんどん行きましょう。で、ミッションはこれ終わりか。俺がまとめてのしてやる。行くぞ。範囲狭いんだけど使いやすいやつにはいるよね。半蔵とか俺結構好きだな。よし、どうだ。あ、ギリ倒せた。ああ、もう扉開いちゃってるじゃん。えらい攻め込まれてるな。やばいぞ。ちょっとこっちで。いや、無理か。この兵を使って50体っていうのがもうとにかく難しいもんね。ちょっと兵の選択間違えたな。もうちょっとね、このリレーが短いやつ使っていけばいいけど。ちょっと待って、濃姫にね変わって倒せば早いけども、今回は三月でやっていきます。力比べをしようってのか。で、チャージ、どんぐらい減らせる。いや、全然だ、全然。いけ、よし。まあ、あれの多分威力の上げ方とかもあるんだと思うけどね。
よし、行きましょう。まあ、とにかく S ランクを狙ってね。このままじゃまずい。やっていけばいいんじゃない？人の身に苦労でやろう。道山さん、倒していけ。どうだ？よし、オッケー。じゃあ次、逃げたな、奥に。逃げちゃったな。どんなもんよ。チャージもされたし、いつでも撃てるよ。死にとうないのでな。先にもなんか見えたな。ハンベ？僕に倒されて。あー、だめ、入られた。あー、もうこそっと、やばいやばい、あとちょっと入られたらもう負けだよ。負けちゃう。よしよしよし、今のはいい感じ、いい感じにいったな。いや、でもダメージはそんななかった。終わってくれ、ハンベ。しゃあ、どんなもんよ。やばいね、これなんか、これ負ける気がしてきた。大丈夫か？聞かせていただこう。ま、あと、武将を3体倒せば終わりなんで、いくぞ。よし、まずは向こうから行きましょう。ギリだな、ギリ。やっ、S ランクはまず取れそうにないな。 S ランクはまず取れそうにないけども、このままじゃまずい。うわ、大丈夫、総合で取ればいい。動った、信行か。織田勘十郎信行、慎んでお会いしよう。この首、信長様も一緒にいるの？一緒か。奥が今川くん。そうだ。じゃあ、あんまり減らない。うわー、これ使っていって、もう最後の一発にね、なんか気持ち込めたかったけども仕方ない、終わらせる。ひねり潰してくれよ。かっこいい、いいね。でも倒してないし、どうせ一発ずつ。いや、一発じゃなかった。待て。あ、ちなみに、あの、難しいでやってます。難しいで。よし、いけ。熊川くんはいるけどいいや、もうそこまで来てるし、時間が経つとちょっと俺負けそうなんで、さっと倒しちゃおう。スイ、早く早く。いや、今戦隊か、遅いな。頼むぜ、よく来て。俺の技こそ天下無双だ。厳しい。倒せるか。よっしゃ、まあまあまあ、ギリ勝ちましたね。はい、ということで今日は三月を使ってみました。まあ、ちょっと俺があんまり使い切れないので、うん、いいところはあんまり見せられなかったと思うんだけども、使う人が使えばすごいいいキャラらしいのでやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。